ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。今回もコメントを一つ、マロンさんからいただいたコメントです。クールは、クールと言いたくなってクールよね。はい、では続きやっていきたいと思います。はい、ですね、そうですね、クールは、クールと言いたくなってクールよね。なるほど。なるほど、そうきたか。はい、約束通りそのハープを皆さんに差し上げますということでね、いじらせていただきた。もうちょっとね、しっかりといじりたかったんだけどな。深い関係とかでもないからね、いじるのって結構あれだよな。さすがにね、やりすぎるとね、誤解を生むからね、いじりっていうのはね。いや、ただね、このコメントはね、ちょっと拾わなきゃいけないって使命感がね、なんかあった。せっかく、せっかくね、まあ、ボケじゃないんだろうけれども、まあ、自分はボケとして受け取ったから、ボケとして見させていただいたから、これはちょっとさすがに拾わないと申し訳ないかなと思ったんでね、拾わさせていただきました。コメントありがとうございました。ふぅ、よかった。さ、実はこれ2回目なんですよね。テイク2なんですよね。今のルーラーのとこでね、なぜかね、止まったんだよ。暗転して止まっちゃったんだよね。よかったー。カセット内のバグかなとか思ったんだけど。あ、キャプチャーの方にちょっと問題があったみたいですね。どうやらね。よかったです。で、ホマスライムとは戦わないよ。コメントありがとうございました。皆さんたくさんコメントありがとうございます。本当に。本当助かってます。うん。やっぱね、なんていうのかな、コメントをもらえるとね、やっぱりモチベーションになるんだよね。はーい、夜にしてきました。申し訳ない。多分これでいけると思うわ。このドラゴン厄介だな。ふわふわと。しかも爆弾岩か。これ一旦こうだな。爆弾岩だとちょっとエンカウント率が、てか触れられる率が高くなる。多分逃げきれない、あれ早くて。これで多分いけると思うんだけど、内島織さんのとこ。逆にこれでいけないとなると、ちょっと、困るな。あ、オッケー、いけますね。オッケー、オッケー。わったー。ちょっと焦ったわ、さすがに。やっぱりあれなんだね。夜じゃないと、どんな状況でも夜じゃないといけないんだね。さすがに月影の窓っていうだけあるよな。文字通り、本当に。でも朝にも月、あ、でも影ができないか。朝だ。太陽が、光光と照らしているから。さあ、やってまいりました。月影のハーブを、ハープを。月を数えたが、これほど、時の流れを遅く感じたことはなかった。その輝く顔でわかる。見事、月影のハープを見つけてきた。そうだろう。おっしゃる通り。さあ、見せておくれ。海の記憶を呼び覚ますにふさわしい大いなる楽器を。おー、すげえ浮いてる。この月影のハープも随分長い旅をしてきたようだ。そう、君たちのようによもや再び私の手に戻る時が来るとは。いや、これ以上はやめておこう。もともと石間売りさんの持ち物だったんですね、これね。さあ、荒野の船のもとへ。まどろむ船を起こし、旅立たせるため歌を奏でよう。あ、こっからでいいの？すげえな。これはどういうことじゃ。わしらはさっきまで、この船も月影のハープも、そしてこの私も、皆古き世界に属するもの。礼を言おう。懐かしい者たちにこうして巡り合わせてくれたことに。
さあ、おいで。過ぎ去りし時よ、海よ。今ひとたび、戻ってきておくれ。ありゃ、こりゃどうしたんでゲスか。なんと、月影のハープでもダメなのか。マジで？これでは。気づかなかったよ。馬の姿は見かけだけ。そなたは高貴なる姫君だったのだね。そうか。ことの葉は魔法の始まり。歌声は楽器の始まり。呪いに封じられし、この姫君の声。まさしく、大いなる楽器にふさわしい。姫よ、どうか力を貸しておくれ。私と一緒に歌っておくれ。さあ、別れの時だ。古き海より旅立つ子らに、船出を祝う歌を歌おう。なんて神秘的なシーンだったんでしょうか。すげえなあ。一度見てるはずなんだけどな。すげえな。でも本当ファンタジーすごいね。なんか石間売りさんに会ってみたいって思うもんね、普通に。何がなんだか足にはどうにもわからないでゲスが。寝ぼけたことを言うな。全てわしの可愛いニーティアのおかげじゃわい。まあ、ようやく船が手に入ったってことだけは確かでガスね、兄。喜ぶのはまだまだ先よ。私たちにはやるべきことがある。そのために苦労してこの船を手に入れたんだもの。俺たちがいた東側の大陸にはもうドルマゲスはいなかった。となればだ、海を西に進めばどこかで奴の足取りがつかめるだろ。よし、西じゃ。皆の者、西を目指すぞ。ほんとね、ドラクエはね、夢を見させてくれるんですよね。こんな冒険してみたいよな、ほんとに。その、
非現実感ですよね。を味わせてくれるか、ドラクエってすごいんだよな、偉大なんだよな。非現実感なんだけども、非現実的なんだけれども、なんかでありそうな、なんか、頑張れば叶えられそうな、そんな世界観だからこそ共感できるっていうかね。多分これは、構成作家さんの、あれなんだろうな。策略に完全にはまってるんだろうな、俺はな。そういうことなんだろうな。そしてこの船ですよ。すごいよね。帆で風を受けるんじゃないよね。風を生み出してるんだね。で、このオールですよ。オールって言えばいいのかな。ちょっと雲の足みたいでちょっと怖いけど。さあ、ドルマゲスを探しにいざ出発じゃ。まあこんな感じですね。なんか正面になんかありますよね。まあ時間的にはもうちょっと行ってもいいかな。これエンカウント夜じゃなくて海はどうなる？エンカウントか？それともシンボルが出るのか？あ、出ないか。あ、海はエンカウントなしかもね、今回は。あ、それ出まーす。はーい、出まーす。知ってましたシーメイだか。逃げれねえかな。やった。通常バトルはいいでしょう。もうまあなんかそれ強そうな敵とかいたら全然戦えますけどね。あ、すげえ、この船すげえな。それにしてもさあ、ここはですね、てかもうありがたいよね、この流れでさ、必ずなんだここはっていう風に見せてくれてるもんね。ありがたい。マップでもうここに行くように促されてたもんね。ありがたいわ。6とか5とかだとね、ちょっとね、船を動かさないとね、見つけられないとこにあるんだよ。はい、持ってきました。王女は2階か。病気の王様に代わって王家に代々伝わる大切なお仕事。この王女様は、どういうつながりがあるんだろうね。ないのかな ?5、6、7。気になるところではあるけど。さあ、まずはお会いしましょうか。全然気づかなかったけど、今すげえ雨降ってんな。部屋締め切ってやってるからさ、全然気づかないんだよな。わしがこのような体でなければ、王家の務めをお前一人に背負わせることもないのだが、本当にわしのせいで、お前には苦労ばかりかけるの。お父様、それは言わない約束ですわ。それに私、これでも由緒正しき我が王家の務めに誇りを感じていますのよ。このお姉さんの額のところにご注目かな。ですから、そんなこと気になさらずに、どうかご自分のお体のことだけ考えて養生してくださいましね。あら、お客様。どうも。もしかしてあなた方は小さなメダルをお持ちくださったのではありませんか。まさに。やはりそうでしたのね。私ついに王家の使命を果たすことができますわね。皆さん、ここでは何ですから、詳しい話は1階でいたしませんか。お父様、失礼いたしますね。では1階へ参りましょう。そう、ここがね、メダル王の城、元いメダル王女の城ですね。いやー、一応探索はやってるかな。ただ裏でやってるかあんまお見せしてないんだけど、結構メダルは溜まってると思いますよ。うん。よく来てくださいました。私はメダル王女、世界中に散らばる小さなメダルを集めております。旅の方はぶしつけではありますが、旅先でメダルを見つけたならばどうかお持ちいただけませんか。私の元へ小さなメダルを持ってきてくだされば、様々な褒美と交換いたしましょう、ということでね、いつもの流れでございます。22枚、25枚になった時網タイツそこら辺で買えそうな気もするけどね。まあ、これは突っ込まないでおきましょう。じゃあ、今回はここで終了したいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。
お疲れ様でした。